欲しいポケモンの ASMR。欲しいポケモンの ASMR 海底金塞。トレーナーでもか、R15 もしくは R18 のでもいいよ。レイ。カトレアのお休み ASMR。お部屋にいわんこ ASMR。ニャローテの耳なめ ASMR。ダークライと一緒におねんね ASMR。おねんね永眠。ゲンガーの催眠 ASMR。ゲンガーがケタケタ笑って催眠術打ってそう。モンジャラの中にマイクを突っ込んだ音。あぶ、うにょうにょなのか？全く想像がつかん。ブイズの冷気 ASMR 欲しい。わかる、めっちゃ欲しい。個人的にはグレイシア。剣盾で近いのあったかもしれないけどエリアゼロ環境音、あとコライドンの食事 ASMR。神秘的な音しそうっすね、小波感。プリンの歌う ASMR。なんなら音系ポケモンの音技 ASMR 全部欲しい。どんな感じになるんだろう、ささやきなのか歌なのか。ダギングルの絵描き作業 ASMR とか美大生がこぞって見てそう。ネオラントの鳴き声耐久 ASMR。サーナイトとブリムオン。頂きへの雪道みたいな場所を背景に時折雪ハミやモスノーの鳴き声が聞こえてくるやつ欲しいな。聞くと幸せになれるらしいラウドボーンのフレアソング。フライボンの羽音による砂漠の精霊 ASMR。アカデミーのエントランスホールアスマー欲しい。誰かが勉強してたり本読んでたり遠くでタイトル画面みたいな吹奏楽部の練習音とかバトルの声が聞こえたりするやつ。ヌオが泳いでるだけの ASMR かどんなポケモンでもいいからポッチャマみたいなお休み ASMR でもいい。ムックル耐久。夜更けにタロちゃんと布団にくるまってたの妖精の迷惑にならないようこそこそお話を楽天カードマーン。チリーン、夏に良さそう。チオハウハネとかモフモフなポケモンをブラッシングしたりする ASMR。カビゴンがひたすら飯食ってる ASMR。プクリンの毛を撫でるだけの ASMR。クワッスが水辺を歩くやつ欲しい。ウオノラゴンがいろいろ噛み砕く ASMR。ギアル系統の回転の音が聞きたい。雨声をはじめに天候系 ASMR とか。その天候下で遊ぶポケモンたちの足音とかも入ってる可愛いやつ。というかポケスリのサウンドに雨音が欲しい。ホエル王の鳴き声 ASMR。クジラの声ってよく眠れそう。リーシャンと神社さんと ASMR。カビゴンとかがひたすら食ってる咀嚼音 ASMR 欲しい。動物のなら何度でも聞けるわ。一撃ウラオスの暗黒強打の風切り音。スレ主です。思ってたよりもポケモンの行動音作業音好きな人いてびっくり。私としてはアシレイヌが遠くで歌ってる ASMR が欲しいです。バッチ磨き ASMR。金の玉とか進化の石でも。ブニャットのクソデカの喉鳴らし ASMR。格踊り鳥の踊り派音とか。落とし鳥が落としたいわ。何人か丸人が出てそうな ASMR を上げてて笑った。覚悟三家のアスマーです。寝落ち用癒しのアマアマレッスン4。都市伝説になっている滅びの歌動画。三つの端末で同時に聞きたい。キャンプルタウンの劇場後にカメラ置いてさ野生のプリンがソロステージやってたり近所のキッズがキャッチボールしてカメラ倒れてやべってなってたりしてるの見てたい。たまにくたびれた非凡サラリーマンが階段に座ってぼーっとしてるやつ。ペパーノとアルツイたちの生活音聞きたい。お料理してる音で飯テロされたりマフチェフが歩くちゃっちゃっちゃ。って音が聞こえたりお料理してる音で飯テロされたり欲張りすのおっちゃんが木の実カリカリしてる音が聞こえてきたりホムウェはじめとしたお友達がこんにちはしてきたりお料理してる音で飯テロされたりするのを耳で楽しみたい。ヌメルゴン歩行 ASMR ペタペタしてそう。スイバーも欲しい。リククラゲとドククラゲの触手耳攻め。レジ系の起動音とレジギガスの足音と何かを作ってる音。天眼さん ASMR。猛吹雪の中時々氷ポケモンやディアパルの鳴き声が聞こえる。ナタネと森の洋館調査記録映像風アスマー欲しい。リアルに ASMR 動画があるのが地下中、ぼっちゃま、関東御三家で、進化前の可愛い系しかいないけど、個人的には、鳴き声しなくていいから最終進化の姿か、いっそ電幻ポケのお休み系とか見てみたいな。コイルやディアルアとゴルフあたりの駆動音。鳥ポケモンとか獣系ポケモンとか虫系ポケモンの鳴き声が木々の葉のスレオ音、風の音に自然に溶け込んでる系の環境音が欲しい。前ガラルポニータお披露目の動画で似たようなのあったけどたまに画面に映り込みに来るポケモンメインでさすがに環境音にそこまで凝ってなかったと思うんだよね。ムックルのやかましさを実感できるやつが欲しい。